前回の動画のコメント、見た？このサメは人語を喋れるサメです。見たけど。あのアーマー高く。うるさーい！あ、あれ？持ち帰れなかったこと、後悔しなかったかな？いや、そりゃするけど。もう振り返っても仕方。じゃあ UMP 使おう。え？使おう。支援例もいただいたし。なんか本音が聞こえた気がするけど。まあ、いいよ。どうもどうも、オメです。それではやっていこう。動画では久しぶりの登場だね。それで、実はこの武器強いのです。レートが遅いとか、マガジンが小さいとか散々な評価を受けてはいますが、実際の使用者からの評価は意外と高かったし、明確な上位互換が存在しないし、AT 弾薬の性能も、SMG の中では価格も威力も含めトップクラス。ちょっとキリがないのでこの辺にしておきますが、はい、ガシャコン。とにかく強い武器というわけです。キャップ。このガラス割るの好き。にしても地下が静かだな。いつもはもっと騒いでるイメージなんですね。スカブかな？多分。いや、こっち側はプレイヤーだな。多分二人、足音的にね。うむ、次は外さないよ。オッケー、一旦下がろう。やっぱり仲間もいたんだね。どっちから来るかな？直線か。足音を、耳を澄ませ。ここだー！よし、オッケー。ナイスタイミングでした。治療も終えてきたので漁りましょう。ヘルメットを貫通したようで、ちょっとラッキーだったね。二人目、SA でした。高そうな武器はいいね。その代わりすごく大きいのが難点だけど、まあスロットに入れておけば問題なしです。バックもいっぱいだし、もういないみたいなんで帰りましょう。リザーブは割とサクッと終われるからいいね。メルドニンともバッチ、誰だ？いや、怖すぎでは。最近ここで待ってる人増えたよね。4回目ぐらいな気がする。もう隅から隅まで漁っちゃります。っていうかビチャズ人気だな。カスタムもほとんど一緒だし、キラーアーマーはもらっておこう。まあこんなところでしょうか。というわけでお次はカスタム。で、ローにでも行きましょうかね。銃声はなかったので今回はいないパターンかもしれませんが、いなかったらいなかったでガチャを回せるので良いです。ソシャゲとかはあんまりやりませんが、それでもやっぱりガチャは好き。いやーむしろ、普段回せないから求めてしまうのかもしれませんね。それで、なんか倒しました。これ、もう一人いそうな気がします。そうしたらいつもの方法で炙り出してやりましょう。まずこの人の装備を取ります。この時サーチの音を出さないようにね。そしたら少し離れて漁ります。よし、足音来ましたね。あれ、頭に当たってそうだけど、相手リロードですね。チャンス。なるほど、アルティンマンか。そりゃあ硬いわけだね。それでは回復をしてきます。はい、完全に回復をしくじりました。胴体一撃死の体になってしまった。多分勝てないので、ここは一度逃げましょう。あさってからね。いやいや、でも挑んでみるのも面白そうだよね。あ、帰りたい。やっぱりまた今度にしましょう。
ちょっと体調が優れないので。というわけでいろいろ集めてきました。キラーアーマー人気だね。そして銃声が怖い怖い。さっさと荷物をまとめて出ていきます。キラーアーマーは一つ諦めるか。めっちゃ探されてますね。よし、これだけあれば十分でしょ。外はいつの間にか大雨だね。足音を消すにはちょうどいい天気だ。焚き火もついてるし、ここで帰れる。雨に負けずに偉いね。というわけで帰宅です。あれ、じっとしとくか。まだ降ってるのか。それでは3レイド目です。インテリだー、なかったー。本当にないよね。ないらしいんで寮に向かいます。今回はメルドニンも持ってきてやる気十分です。さっきもあれば胴体が間に合ったかもしれませんからね。まあ私の荒治療が半分悪いんですが、優先治療部位はすぐに判断しないとね。まあ胴体さえあればなんとかなるので、最優先はそこですかね。というかショートカットで押した場合、胴体を一番にしてほしい、と思うんだけどな。まあその辺はアフレで頑張ってほしいですね。まだこのゲーム製品版じゃないからね。完成形としては全てのマップが繋がってオープンワールドになるらしいですが、一体、いつになるんだろうな。せめて私が生きている間には完成してほしいですね。別にそこまで短命ではないと思うので、ゆっくり作ってくれたら、って感じですね。はい。今のところ、飽きる様子もないですし、何気に一番長く続けたゲームになるかもしれないな。割と飽き性なので、ここまで続くのも珍しいものです。あ、ちなみにモンハンは音声が取れてないまま結構進めてしまったので、あえなくボツとなりました。今後は反省を生かして完結させたいね。もう少しで寮に到着です。銃声は聞いてる限りはなかったね。まあさっきのこともあるので、警戒はしますが。1階は大丈夫かな。続いて2階。今の見えました？正解はここです。う、新手か。やばい！上を取られた。だ。いつぞやのリベンジだ。これで。突っ込めー！逃がさん。ふふ、ふはは。これがうまく決まると楽しい。しかもこの人、いい武器持ってるじゃないか。楽しみは取っておこう。というわけで一人目から。よし。AK だったか。弾薬次第では良さそうだね。魔法陣は漁られてるみたい。SR25 もまだ使ってないから、使ってみたいね。というか80本近く動画を作ってるのに、未だに動画に出てない銃がたくさんあるというね。HK416 とかもまだ使っていないというね。せめてメイン武器くらいは制圧したいところ。やっぱり M4 じゃん。しかもなかなか高級カスタムでありがたいね。目指せ全武器制覇です。あ、これは持って帰れるね。オッケー。それじゃあ新建設でも行きますか。電源だけつけて帰りたいと思います。結局新建設にもいなさそうだったんだよね。そろそろ雨も上がりそうかな？多分もうすぐだね。雨が上がるまで待ちます。というわけで今回は、冒頭で話した通りシエネをいただいたのですが、いただいたのはシエネだけではない。皆さんからの応援も、大切な支援です。とまあ半分綺麗事のようなことを言いたいわけではなく。今回はですね、シエネ含め、エンディングテーマもいただいてしまいました。その、
エンディングテーマがこれだ。